ことずつご挨拶をいただきたいと思います。まず上白石さんお願いします。はい、えー、佐久田南役を演じました上白石もかです。今日はいろんなお話ができると思うので、それを楽しみにしています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。上白石さん、あのシーンは下からこう上がってきて、うん、で正座をしてという、はい、まあ一連で見せていくというシーンでしたが、うんうん、緊張感思い返されていかがですか。 いやーありましたしあの一番最初に脚本を読んだ時に、うん、あラストにこんな大変なシーンが待っているって震えて、うん、あのちょっとできそうにないなって一度思ったこともあってあす,すごく笑った後にすごく泣いて、うん、また恥ずかしくなってみたいな、うん、でもすごくなんか人間らしい少佐だなとも思ったしなんか 屋上に2人で正座して向き合うみたいなのもすごくロマンチックだなって思っってました、はい、でやっぱり、ね、緊張すごく緊張感があ,しし、ね、あったんですけど、はい、やっぱりこの作品のクライマックスってこのシーンだなって思いましたしこう絶対にいい締めくくりにしたいなと思ってもうそれだけの気持ちで望、はい、んだ記憶があります。一つ気になっっちゃったんですけど、はい、あれ 素足で正座するじゃないですか。そうなんですよ。少ないですか。もうフライパンの上に座ってるみたいな感じだったよね。僕靴履いてたんですよ<あ>。<laughs> そそっか。そうなんです。そう、あの、私ここは出てますもんね。そうなんです。うん、本当に肌と地面がこう密着していたので。本当に痛くて <laughs>。大変でした。でも夏っぽいなと思いました。うん。